演舞開演。どうも、本日はこちら SSK リザーブのごちそう北海道産かぼちゃ、かぼちゃのポタージュを飲みたいと思います。この袋の中にスープが入っているようなのですが、なんとこの袋のままで温められるということなんですね。では温めていきたいと思います。温まりました。では早速飲んでみたいと思います。では飲んでみます。見てください、具材角切りのかぼちゃも入ってます。前菜にこれでかぼちゃの風味が本当に濃厚かつ食感もホクホクで本当に贅沢な気持ちになりました。食べるでも飲むでもかぼちゃを堪能できるかぼちゃの日にはおすすめのスープです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。いらしても美味しいかな。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。